はい、こちらクエン酸水につけただけのものと、クエン酸水につけてクリームクレンザー、研磨剤が入ってます。研磨剤が 20% 入ったジフクリームクレンザーつけて、歯ブラシで磨いて、もう一度クエン酸水に入れて、クレンザーがアルカリ性なんで中和するために、もう一度クエン酸水に入れて出したもの、キラキラですね。サビとか見当たらないし、だけどクエン酸水につけておくだけでも十分パッと見はキラキラです。できればね、ちょっと一個やってみようかな。クレンザーをつけて、磨く。クエン酸と温かいお湯と雑巾、それから研磨剤の入ったクリームクレンザー、使い古した歯ブラシ、雑巾、磨いてボロボロになってもいい雑巾ですね。この5つ、クエン酸とあったかいお湯と研磨剤入りのクレンザーと歯ブラシ、1、2、3、4、あと雑巾だけで、クエン酸水につけておく時間がだいたい30分から40分で、クレンザーで磨くのが2、3分かな。クレンザーで磨いた後はもう一度クエン酸水に戻します。するとアルカリ性のクレンザーとクエン酸の酸性で中和されてキラキラになります。クエン酸水につけてキラキラにはなったものの、まだちょっとくすんでた5円が ピカピカになりましたね。クエン酸水につけただけのものと比べてもやっぱし輝きが違います。私は片面 2、3分ずつ磨いたものもう一度クエン酸水に入れておきますね。さっき磨いたのも表面のクレンザーを落としてからクエン酸水に戻します。綺麗だね。ちょっと色の違いはあるけど、ちょっと穴開いてない。10円だ。これもクレンザーで磨いてピカピカにしてみました。10円って茶色いってイメージがあるけど、ピンクっぽいね。ピンクゴールドっぽい。綺麗です。じゃあお参りに行くとき、お賽銭投げるとき、ピカピカ綺麗な五円玉を使ってみてください。
見てくださってありがとうございます。じゃあねー。